通天閣があるとなんか大阪感が出る気がするな、個人的にはな。やっぱでかい建物があるといいね。説得力が違うよ。どうもこんばんです。シティーズスカイライン実況をやっていきたいと思います。日本全国をゆるく再現するゆる日本作り、前回は奈良県を作りました。こちら東大寺に収まりきらない奈良の大仏です。そして今回はどこを作るかと言いますと、奈良県のお隣大阪府ですね。大阪はね、47都道府県中面積の広さが46位、つまり全国下から2番目の狭さ。前回の奈良県も相当苦労しましたが、大阪もかなり名所を詰め込むのがかなり辛いと思うんですけれども、まあそこはねズバズバっと切り捨てつつやっていきたいと思います。あらかじめご了承ください。ということで、まずは道路を敷くための町の目印を置いていきます。たまにはおしゃれな感じでパラソル、いいでしょう、涼しげな感じがするよね。で、普段はここから高速道路とか鉄道とかインフラ系をね敷いていくんですけれども、今回大阪は大都市かつ面積が非常に狭いということもあるので、前に東京都を作った時みたいに名所を先に建ててから後付けで道路をくっつけていきたいと思います。つうわけで、まずは大阪市ですね。特区設定はもうどうしようかな。この辺り大阪のところ、大阪、八尾市、堺市、この辺りはもう一個の特区でいいよね。大阪といったら阪神なので大阪神市にしましょうか。そして大阪市内を流れる淀川がないんですが、まあそれはいつものことなのでスルーしまして、まずは景気づけに、大阪城でもぶっ立てるか。こっから一本こうつないで、この辺りかな。でかいな。まあしょうがないよね。はい、大阪城です。おー、立派ですね、大阪城。あ、すごい虎、すごいね。シャチホコも立派です。あと、まあ観光者目線で言うと、大阪市といえば道頓堀、あとは通天閣のある新世界ですね。スペースがないので両方くっつけちゃいましょう。新道頓堀、新世界、新しかなくなったけど、通天閣、おお立派、ちゃんと令和って書いてあるぞ上。本当はね、フグで有名なズボラ屋とかがあるとよかったんですけどね、新世界なかったので、あ、カニ道楽でも置いて、無理やりグリコの看板も置いて、こんな感じかな。いやー、本当はね、もっとね、いろいろビルにゴテゴテつけてさ、もう少し賑やかなね、感じにしたかったんですけどね。ちょっとあんまりなかったね。まあね、カニとタコをつけましたんで。あとはあれだな、アベノハルカスですね。やっぱね、作りたいね。でかい。ちょっと待って。これは、これやばいね。これもプロシージャルオブジェクトでちっちゃくするか。うん、これぐらいの大きさにしまして、おお、アベノハルカスです。はるかで、アベノハルカスの横のあたりは高密度商業ですかね、にしましょうかね。で、道頓堀、新道頓堀かのあたりは低密度商業がなんか似合う気がする。大阪駅を作んなきゃいけないな。大阪駅を作って新幹線ですね、通そうか。ちょっと今まで使い道がなくて困ってたこのド派手な駅を建てましょうか。おー、立派なのか、うん、いまいち分かりませんけれども、とりあえず派手だ。あ、すごい、中にキオスク入ってるじゃないですか。いいね、都会っぽい感じの駅ですね。じゃあここに、東海道新幹線を接続します。枚方市の西側を抜けて接続、そして米原駅から、はい、大阪、まあ新大阪ですね、新大阪駅まで。で、駅前はオフィス街がいいよね。はい、オフィスにしましょう。はい、そして、湾岸部に来ますと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、そして天保山という山にある海遊館ですね、水族館。ただ、スペースが全くないということでね、これはやむなしですね。大阪湾埋め立てをしましょう。ほらい、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 ほらい。はい、ここの部分埋め立てをしたので、置いていきましょう。
まずは何はともあれ今まで我慢して我慢してようやく今回設置できることになりました。水族館、この形の元になっているのが海遊館だということでね、やっとだよ、やっと建てれる。でかいめちゃめちゃでかいな、バカでけえな。完全に大阪市を支配する建物だねこれね。で、天保山にはね観覧車があるらしいということで、観覧車も、はい、観覧車ですね。そしてあとは USJ の要素をぶち込まなきゃいけないんですけど、どうしようかな。まあ USJ ってさ、ハリーポッターとかスパイダーマンとかいろんなテーマが混在している場所なので、それらを再現するのは難しいと思うんですよね。なので USJ を象徴するようなものをいくつか置いて、それを USJ にしたいと思います。まずはジョーズ、なんかいっぱいいるけどそしてジュラシックパーク、そしてユニバーサルスタジオジャパンって書いてある地球儀、でかいな。うん、この3つがあればもうこれはユニバーサルスタジオジャパンと言っても過言じゃないんじゃないですかね。はい、ということでここのね、湾岸部にある USJ と海遊館両方合わせまして海 USJ ということで大阪紳士の名所にしたいと思います。で、本当はですね、大阪市内に高速をね、通したかったんだよね。ほら、阪神高速道路が、ビルの中を通ってるやつ。あれも有名だよね。場所的にはここら辺なんだよな。オフィス街とか言ってましたけども。ここに作る？高速どうやって通すの？俺。試しに建ててみたい気持ちはあるよね。ドン！これはすごいですね。あー、片道ですね。そうか。そりゃそうだよな。普通の高速道路だもんな。ムーブイット使うと、これだけなんか、あ、いけますね。これを一回消す。消した。高速をそもそもどっから通すんだって話だな。首都高なんて一切作ってないからね。同じように、ちょっと阪神高速も大阪市内は厳しいね。普通の道路にしようか。普通の道路を、こう通して、こうして大阪城をギリギリかすめる形で、でそのままここをこう安倍のハルカスの脇を通って、もう無理やりここにこうつけると、ああまあ高速ではないけども、なんとなくそれっぽくなったね。こっちどこにつなげるか全然考えてませんけどね。はい、建物はこんな感じかな、大阪市。じゃあ周りの市も埋めていきましょうか。まずは北の方ですね。こちら、はい、このパラソルが枚方市です。枚方市といえば、枚方パーク、枚パー。まあ、いつも通りね、アセットとして枚方パークはないので、ちょっと代替品を設置しましょう。この辺りかな。枚方パーク。まあ、海外のアセットなんだろうなと思うんだけども、観覧車もね、ジェットコースターもあるから、なんかそれっぽい感じかなって。でも全然動かないね。ハリボテ感がすごい。枚方市は住宅街を作っときましょうかね。低密度商業とかね。あと、大阪市の東側の東大阪市ですね。ここは結構なんかね、工場っていうか町工場なのかな、うん、が多いらしいので、ちょっと建てていきましょうか。どうだろう。町工場感多少は出ましたかね。なんかあれだね、滋賀県の甲賀市と同じような感じで倉庫置きました。そして北の方にあるのが、箕面市。箕面市には、勝尾寺というお寺がありますね。なので作りたいんだけれども、先に、名神高速伸ばした方がいいかな。滋賀県の大津ですね。そこから名神が、この辺りまでかな？よ、伸びます。で、名神からまたニョキニョキっとですね、新名神が生えてきて、はい、兵庫県に向かいます。道路敷いちゃうか。そうだね。せっかくなんでもう道路も敷いちゃいましょう。じゃあまず高速道路ですね。先ほど新名神と名神を敷きました。あとは奈良県から伸びてきた西名阪ですね。これがね、阪和自動車道になるんですね。でこんな感じで、よっ、ここのパラソル右から河内長野市、岸和田市、泉佐野市、阪南市です。でこっから南が和歌山県。まあ、高速ね、さっきも言ったけど、いっぱいあるんだよね。いっぱいあるんだけども、全部高速再現したら、道路だけになってしまいますので、まあ、高速はこれだけでいいかなと、はい、思います。もうなんか道路も適当に敷いちゃうね。もうなんか、
もうだって無理だもん。東京とか大阪無理だもん。無理なものは無理と言える気持ちを大切にしていきたい。ということで、カツオジ勝負のね神様ということでね、大勝負の前にここにお参りに来ると良いということらしいですよ。はい、カツオジバッカモーン。本当は鉄道をもう一本作りたかったんだよね。阪和線難波から和歌山、無理だな無理ですね。いやーもうカツカツすぎる。じゃあしょうがない、忘れましょう。そしてじゃあ気を取り直して、堺市ですね。もう大阪神に飲み込まれてしまいましたけれども、本当はこの辺り堺市なんですね。で、堺市には世界遺産に登録されたモズ古市古墳群っていうね、あれですよ、仁徳天皇陵のほかいろいろ古墳がいっぱいあるんですよ堺市ね。なので一個ぐらいはねちょっと再現しておきたいよね。五稜郭を作った時に使った堀の跡、これかな。前方公園墳で、ここに木を生やす。あ、それっぽくない？それっぽい。やったちょっとここに水が欲しいところだな。お、なんとかなる？は、あ、あ、うん、水がすげー浅いけどできた。なんか結構思ったより出来がいいはい、いいんじゃないですかね。仁徳天皇陵でーす。仁徳天皇見てますか？あ、待って、ちょっと待って、右なんかあるぞ。これなんだっけ？これ、あれだ、近鉄大阪線か。あー近鉄大阪線は大阪駅に行くんだな。でも大阪駅っていうのは今私作ってないので、新大阪駅にくっつけるのも厳しいな。いいか、もうこれは奈良県の大和八木駅だっけ、これでおしまいにしましょうだって場所ねえんだもん。もう堺市から南の岸和田市とか泉佐野市のあたりは住宅街でいいですかね。低密度住宅街がびっしり詰まってる感じかな。で、あとは関西国際空港ですね。場所的にはこの辺りですかね。まあ、場所がないのでヘリポートにするか、普通の空港は厳しいだろうな。頑張れば行けなくもない。大阪港が作れなくなるけれどもいいかな。めっちゃモッドの力を駆使して普通に水の上に置こうとしてるけど、これ大丈夫なのかな。やってみようか、試しに。ドン、おおすげえな、これ大丈夫なのか。これやばいやばいやばいちょっと待って待って待って、あー関空、あーあー大阪神市が沈む。あ、やばい、あー嘘だろ待って、あー、どん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 、ちょっと待って待って待って、やばい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 、あーこれ大惨事ではないですか。やばいな、奈良を越えて三重県まで来ましたよ関空事変ですね。つうか道路がやっぱダメだな、これじゃダメなのか。どうすればいいんだろうこれ。じゃあ一回これ壊そう。ああ大変なことになってる。めちゃめちゃ海が荒れてる。ああ、やばいやばいやばい。あ、でも大丈夫だな、地上までは来ないですね。あのターミナルの方は陸にないとダメかもね。こんな感じかな、これでどうでしょう。ちょっとまだ地上が狭い気がするけど、ドン、あー、また水水水何回水没する。再建しては水没し、再建しては水没し。ここに道引くじゃダメなのかな。よっ、あ、やった、消えた。これで機能するでしょう。ここ削れるかな。よっよっよっ、あー、いけるね。はいはいはい、あー、いいんじゃないですか。うん、あー、こっちもつながってもういいか関西国際空港です。いましたここに降りるのすげえ緊張感ありそう。俳優館に翼をめり込ませて今着陸。おお壁からニョキ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 生えてくる。すごい、飛行機どんどん来るな。関空大人気です。あとは公共施設系ですかね。はい、病院、病院
病院は今結構作ってんだよな。病院そうだよね。奈良県にも作ったしな。まあ、警察消防はね、置いときましょうかね。本当はね、気持ち的にはこの立派なね、ジャパニーズファイヤーステーションを置きたいところですけれども、ちょっと場所がね、ないので、まあ、いつもの消防団、かな。岸和田市に置いときましょうか。よっ。これはこれで好きだけどな。警察も、交番だな。交番。仁徳天皇陵そば。お、いい感じじゃない？あ、忘れてた。ここのゲートタワービルの中に通した、阪神高速っぽいもの。これどこにつなげようかな。駅の上を通して、名神にくっつけちゃうか。もうガツーンって。よっ。すげえな。新大阪駅上スレスレ、ギリギリ、アウトだね。お、でも早速ほら、車が通り出した。おー、いいじゃん、いいじゃん。おー、いいね。あ、いい感じ、いい感じ。うん、高速っぽくはないけども、いい感じじゃないでしょうか。はい、大阪府完成です。通天閣と、新道頓堀。通天閣があるとなんか大阪感が出る気がするな、個人的にはな。やっぱでかい建物があるといいね。説得力が違うよ。そして、アベノハルカス。これも立派だね。大阪城と、阪神高速まがいの道が続くゲートタワービル。ついに作ることができました。海遊館、天保山の観覧車、あとは、ごめんなさい、USJ です。全部合わせて海遊 SJ。あとは、モズ古市古墳群の代表として、仁徳天皇陵出てきていただきました。ちなみに水はね、セーブデータロードしたらなくなった。で関西国際空港を無理やり作って大水害を起こしました。でも大盛況ですね。ほら人もすごい待ってるしね。うわーいっぱい来た。すごいね。あとは箕面市にある、勝尾寺ですね。枚方パークですね。枚方市にあります。人来てる。あーいるいるいる。あ、来てますね、観光客ね。うん、はい、ということで大阪府完成です。次回は南に行って和歌山県作っていきたいと思います。最後は東海道新幹線の車窓からお別れしたいと思います。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。